大変長らくお待たせいたしました。本日もパイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ありがとう飯塚さん。5番勝負、いよいよファイナルということで、第5戦目の相手は友情タッグを組み、そして裏切り、最後の引退記念大会でも、対戦をした天山博義さんということになりました。まあまあこれはね、当然といえば当然です。まあ、最後は結局飯塚さんが、天山さんの、答えを応じて、呼びかけに応じてですね、握手をするというところまで、見せたんですけども、でもその後、まあ、かじりついて、結局はやっぱり裏切って終わると。であと天山さんのコメントも、もう二度と顔を見せるなというようなことを、言ってコメントを出してたような気がします。まあこの2人のね、僕はだからあの前回もちょっと話しましたけども、この2人がこういうストーリーがあったんだっていうのを、あまり覚えていなくて、というかそうやったんやっていうのがあって、でまあ当然最近のそういう昔を知らない、新日本プロレスファンの方に見てもらうためにいろんな動画が作られてて、煽り VTR でですね、で説明がされてるんで、それでそういうことやったんやと僕も思いながらです。まあちょっとプロレスファンとしては恥ずかしいじゃないですけどね、無知をさらけ出すようなものなんですけど、まあでも、そのおかげで最後、きっちりと飯塚さんの鼻向けがこの天山さんのおかげでできた。もちろん鈴木軍の、鈴木みのるとか高道の句とかのこう鼻向けとかもあったんでしょうけどね。で、まあ、今回こうやって、5番勝負を行って、まあ、この私なりにですけども飯塚さんを見送ると。で、このファイプロのリングではありますけども、飯塚さんは永遠に不滅ですよみたいなことがもうこれでできるかなと思ったんですけど、まあいろいろとこの飯塚さんの5番勝負を行う、もしくは飯塚さんをファイプロのレスラーとして再現するということで、いろいろ勉強調べたりしてたら、ふと思ったのは、誰がどう見ても飯塚さんってベストコンディションに見えるんですけど、実は何かあったのかなと思ったりもしたんですね。見えるところで別に怪我をしているような感じはないんですから、当然それ以外のところ、なんですけども、内臓疾患とか何かがあったんかなとふと思ったりもちょっとしたんですけどね。まあ、当然そんなに悪かったら筋肉の量も落ちたりとかするかなと思うんですけども、まあまあもしかしたらそれで飯塚さんがやっぱりそうなったらすごいのが、もしそうならそれを感じさせなかった、ファンにも気づかせなかった、ということならばやっぱりプロとしてすごいなというふうになるような気がします。結局のところ引退理由ってない、なんか僕が知らないだけでないですよね。ちょっと今ネットを見てるんですけども、その神林直樹会長により、飯塚の引退と2月21日の後楽園ホール大会にて引退興行を行われることが発表された。ちなみに、プロレスライターの堀江ガンツもファンにとっても寝耳に水、いまだに若手に負けていないと引退を惜しんだというふうに書かれていますね。結局その飯塚さんが失礼、引退する理由っていうのが明らかに今のところはなっていないんですよね。で当然その引退をして、その後どうするかも当然わからないという状態ですね。まあわからないことをごちゃごちゃ言っててもしょうがないし、今後何らかの情報が出るかもしれない。これだけ SNS がこう広く広まったり、ネットが当たり前になる時代ですから、いつか何らかの情報がって言ってる間にムーンサルトプレスが決まって、どうだ
これはあの引退試合の再現となるかと思いましたが、これはなんとか返しましたね。引退試合、まあね、劇的でしたね。あの感動的でしたね。友情 T シャツを飯塚さんの上に乗せて、そこに天山さんがムーンサルトプレスを決めるという展開でしたけども、あの時の寝ている時の飯塚さんがもう何とも言えない顔だったですよね。飯塚さんも何かしはるんでしょうね。でもね、まだ52歳ということは52?3? くらいでしたっけね。考えたら僕とあんまり変わらないです。まだまだ働き盛り。やっぱりでも新日に残りそうな気がするんやけどな。ケロッとなんか普通の飯塚さんになって戻ってきたら笑いますよね。あとはなんかこう若手の更新をするのかな。新日を裏切るようなことは多分しないでしょうね。別の団体に行ったりとか、自分が団体を起こしたりとかね、行くならプロレスに携わるなら新日との関係を続けるような気がするんですけどね。さあ言ってる間にアイアンフィンガーフロムヘルが出て、最後どうなる。これで天山を下して優秀の美を飾って、引退はならない。まだカウント2。さあこのわあ TDD、 天山も飯塚さんに花向けを送る形で終わるのか。うわーカウント2。それとも2人ともまだ終わりたくないのか。さあブレンバスターで投げる天山としては、飯塚さんに最後ブリザードスープレックスを食らって終わるというようなこともありですよね。それならもう納得というようなことになるかもしれませんが、そうじゃなく魔性のスリーパーが出てそれで終わりになるのか。いやまだ終わりたくない、終わりたくない。天山は粘ります。さあ天山を、天山ももうでもムーンサルトも出しましたからね。あ、ヘッドバット出てなかった、これが出た。さあカバーに、いやー逆エビ固め、これは天山がかつて、あーこれで引導を渡したということでいいでしょう。飯塚隆、残念ながら3勝2敗となりましたが、かつて友情タッグを組んだ天山であれば、いいだろうということ。わあしかも試合評価 100% ですよ皆さんね。試合時間14分54秒、逆エビ反り固め。これ昔天山さんが若手の頃ヤングライオンぐらいの時にあの膝を抱え込んで、決める逆エビ固めやってましたね。あれにこう似てるので、装備してみました。ということで天山広吉が飯塚隆からギブアップを奪ったと、ギブアップでの勝利ということで試合評価は 100%。 これはもしかすると飯塚さんはベストバウト、メーカーっていうんですかみたいになるかもしれませんね。今後、この架空ファイプロ団体 WMW での期待を、活躍をですね、期待しましょう。期待を活躍じゃない、ダメだ。ということで、最後までお付き合いいただきありがとうございます。見事これで、5番勝負、残念ながらね負け越しとなりましたが、終えることができました。本当にあのね、今更になりますが飯塚さんお疲れ様でした。そしてまた今後も活躍を期待しております。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。ではまた。